プロ野球では過去から現在にかけ多くの投手が活躍してきました。そんな歴史に残る投手には魔球と呼ばれるボールを操った投手たちもいます。どんな投手がどのような魔球を操ってきたのか、今回は NPB の歴代最強の魔球使い22人をご紹介します。前田健太。前田は広島のエースとして活躍し、2016年からメジャーへ挑戦した投手。最多勝利2回、最優秀防御率3回、最多奪三振2回とタイトルを複数回獲得し、沢村賞やシーズン MVP も受賞しています。そんな前田の魔球はスライダー。しかし前田のスライダーはプロ入り時完成していませんでした。高校時代の監督は、健太はスライダーがかかりにくかったということに加えて、スライダーを投げるとき曲げようという意識が働いて体を横に振るようになっていて、ストレートに影響が出ていた。それならまずはストレートを磨いた方がいいんじゃないかということで、変化球はカーブとフォークで行こうと決めたんですと話し、スライダーを積極的には投げさせていません。スライダーの副作用は山本昌も言及しており、体が横振りになるというより腕の振りが横になるということだと思います。スライダーは肘が下がりますし、手首が寝るようになってしまいます。一度手首が寝る癖がついてしまうと簡単には治らないんです。大谷翔平君もそうだったとコメントしました。多投していなかった前田のスライダーはストレートと球速差があり、変化も大きく、プロの打者には見極められています。そこで前田は1年目のオフに笹岡慎二に弟子入りし、握り方を学びました。すると小さな変化で130キロ前後を記録するようになり、変化の大小や緩急が使えるようになり、打者を翻弄していく魔球が完成していきます。前田も2年目の開幕前に、試合で使えるレベルにしたい、いい感じにはなってきたと思います。監督、コーチと相談しながらですが、去年より球数を多くしたいと手応えを感じていました。そして前田はスライダーとともに球界を代表するエースへ成長。2015年には縦に変化するスライダーも身につけています。メジャーではトミー・ジョン手術明けでの登板でもスライダーで打者を翻弄し、実況から邪悪なスライダーと称賛されました。松坂大輔。松坂は高校時代から平成の怪物と呼ばれ、高卒1年目から最多勝を獲得。その後も複数回タイトルを獲得し、沢村賞も受賞するなど平成の怪物に恥じない活躍を見せました。日本やメジャーで活躍した松坂の魔球でまず連想されるのがストレート。1年目の1999年としては異例となる10代での最速155キロのストレートはプロの打者も打てない剛速球でした。ホークスに所属した柴原浩は、松坂との対決では差し込まれることが多かった、力勝負で負けたという印象が強く残っています。伸びというより剛球という感じ、球がうなりながら飛んでくるような感覚でしたとコメントしています。4年目からはストレートの握りを指の感覚が狭いものにし、下半身の使い方や腕の振りも変えて、綺麗な縦回転と強いスピンを意識してキレを増すスタイルに変え、相手打者を手玉に取りました。メジャー移籍後は変化球の投球割合が増えましたが、2010年には投球の約 60% をストレートが占めるまで上昇し、チームメートからはメジャー4年間で最高の球威だと称賛されています。そんな松坂のストレートは初速が一般的なストレートに比べると放物線軌道なのに減速が小さい、ジャイロボールを操っていたのではないかと言われており、本人はカットボールがシュート回転したと否定はしているものの、論争を巻き起こすストレートを投げました。松坂の魔球はストレートだけではなくスライダーも一級品。松坂のスライダーの凄さについて語ったのはイチローで、大輔のスライダーは曲がりがとにかく遅いんです。バッターの手前まで曲がってこない、相当バッター側で落ちてくる、外からストライクゾーンにズドンと入ってくる、最初パニクりましたと絶賛しています。村田兆治。村田はマサカリ投法と呼ばれるダイナミックな投球フォームを武器に、先発として数々のタイトルはもちろん最多セーブも獲得した投手です。通算215勝を挙げた大投手の代名詞はフォークでした。しかしプロ入り時はフォークを投げておらず、入団当時のオリオンズ監督からはストレートの威力が落ちることを恐れ、フォークの練習だけは禁止されています。しかし村田はプロ野球で成績を残すためにはフォークが必要と考え、監督の目を盗んでフォークボールの練習を続けていました。それでも当時の村田のフォークはコントロールが悪く使い物にならなかったため、フォークの名手村山実に教えを請い、24時間ボールを握るというアドバイスをされます。そこで村田は右手の中指と人差し指の間に牛乳瓶や特注の鉄の玉を挟んだり、
ドアを開ける時もノブを中指と人差し指で挟んで開けるなどのトレーニングを実施。さらにフォークの握りを深くしようとするあまり、人差し指と中指の間にナイフで切り込みを入れたこともあり、血の滲むような努力でフォークを習得しました。するとこのフォークは村田の剛速球とともに武器となり、野村克也は、村田のフォークボールの癖はモーションに入る前にクラブの中をちらと覗いていたからすぐ分かったけど、分かっていても打てなかったと語り、強打者も打てない魔球となりました。その威力に関するエピソードは数知れません。フォークボールの神様と呼ばれた杉下茂も、私は日本人の投げるフォークボールは厳密には SFF が大半だと思うが、村田君は間違いなく本物のフォークボールを投げていたと称賛しました。ダルビッシュ有、日本で数々のタイトルを獲得し、史上3人目の日米通算200勝を達成しているダルビッシュ、多彩な変化球を投げることができ、年を重ねても進化し続けているダルビッシュの魔球といえばスライダーでしょう。日本でも相手打者を手玉に取ったスライダーはメジャーでも簡単に打てる球ではなく、メジャー移籍後にはスライダーが超一級品だったジョン・スモルツ以来最高の代物と称賛されました。またダルビッシュはよく曲がるスライダーや遅いスライダーなど数種類のスライダーを使い分け、メジャーの打者たちは、速いスライダーは視界から消えてしまうんだ、ボールの縫い目すらよく見えないくらいだ、緩い方のスライダーはあれだけ遅いとスラーブのように変化しそうなもんだが、そうじゃない、フリスビーみたいじゃなくて右打者から遠ざかるように曲がり落ちていくんだと驚愕しています。そのスライダーはメジャーを席巻し、2014年のメジャー全球団の監督を対象にした部門別ベスト選手アンケートではア・リーグのスライダー部門1位に入るほどの魔球となりました。さらにダルビッシュは2020年にはスプリームと仮称した新変化球を考案。本人はスプリットとツーシームの間のような球ですと話す。球は2023年には縦横の動きで46センチ曲がったという記録も残っており、ファンたちはピンポン球の軌道だよなと驚いています。現地時間2024年9月10日の試合では見逃し三振に倒れた打者が何度も振り返りベンチに帰っており、メジャーで誰も見たことのない魔球を投げるダルビッシュはどこまで成績を伸ばすのでしょうか。千賀滉大、育成ドラフトからソフトバンクのエースへと成長しメジャーへと羽ばたいていった千賀。千賀の魔球といえば代名詞にもなっているフォークですが、プロ入り時はまだ投げることができませんでした。高校時代の千賀は高校時代にはフォークの握りを浅めにするスプリットを投げており、スライダー回転していたため人差し指を縫い目にかけるなど試行錯誤を繰り返しています。千賀はソフトバンクのエースとなってから当時を振り返り、フォークを投げたかったけど僕はあまり手が大きくないので、だからスプリットです。だけどまるで落ちなかった、ほとんどチェンジアップでしたと話しました。プロ入り後も制球難に苦しんでいた千賀は2012年1月の自主トレで球界屈指のコントロールを誇る吉見一樹に弟子入り。すると吉見から親指の使い方を教わり、20球に1球しかまともに落ちなかったフォークが毎回真下に落ちる完成度の高いフォークへ変わります。しかしまだ完成はしておらず、2軍でくすぶっている時に千賀は体調を崩しました。体調不良で数日ボールを投げなかった千賀が復帰した時にボールを投げると、久しぶりの投球で変化した投球フォームがフォークの精度を上げます。この怪我の巧妙について千賀は、体を開かずに三塁側を向いたまま投げたらボールがストンと落ちたんです。背中で壁を作って体が開かないように意識して投げたらまた落ちた、それがハマってくれた嬉しい誤算だったんですとコメントしました。そしてお化けフォークが誕生し、千賀は一気に球界を代表する投手となりメジャーへ挑戦。2023年に2桁勝利を挙げ、フォークの飛長打率はメジャーのどの投手よりも低い1割4分7厘を記録。投球分析家のロブ・フリードマンに、これは打ち間違いではない、本当にえげつなかったと言わしめる活躍をしています。大谷翔平、2024年に打者として偉大な記録を打ち立てた大谷、前人未到の二刀流で世界を席巻する大谷は投手としても魔球を操っています。そんな大谷の魔球はスイーパー。2023WBC 決勝でマイク・トラウトを三振に打ち取った球としても有名なスイーパーは、縦の変化が小さく横方向へ大きく曲がるスライダーを指し、2022年頃からスラーブと分けて呼ばれ始めました。しかし大谷は日本時代からこの球を投げていたようで、スイーパーについて聞かれた時にも、スイーパーっていう言い方はちょっと前に始まったぐらいな感じなので、ずっと日本の時から投げてましたとコメントしています。スイーパーはメジャーで主流となっているフライボール革命や
バレルゾーンといった打撃理論への対抗策の一つとして注目されるようになっており、縦変化が少ないことから打球角度をつけて長打を狙うアッパースイングへの対抗策として用いられていました。また縦変化が小さいため、打者はボールが浮き上がるような錯覚に陥るそうです。そんな大谷のスイーパーの特徴は変化量。2023年は約 44.5 センチの変化量を誇っており、これはホームベースの 43.2 センチを超える変化量です。つまり大谷のスイーパーはホームベースの端から端まで変化していることになり、大きな変化量で相手打者は空振りしていました。また変化するタイミングも遅いと言われており、手元で急に曲がるスイーパーは2025年以降の大谷にとっても大きな武器になるでしょう。田中将大、2013年24勝無敗の伝説を作り、楽天を史上初日本一へ導いた田中。田中の変化球といえばスライダーを思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし初めて沢村賞を受賞した2011年から奪三振を増加させた球種がスプリットでした。田中はソフトバンクなどに在籍したブライアン・ファルケンボーグのワンシームの握りのスプリットを雑誌で見かけて習得しようと練習します。そしてワンシームの握りのスプリットを習得すると、キレのある魔球として田中の活躍の原動力となりました。メジャー移籍後もスプリットを織り交ぜた田中、2020年開幕前にはアメリカのメディアが一番美しい球と田中のスプリットを称賛しています。またメジャー移籍後はスプリットのキレが増したと言われており、その理由の一つが日本のボールに比べ縫い目が高いことと言われました。田中のメジャー挑戦時はスプリットのタトゥーは肘を壊すとも言われており、投げる投手が少ない状態、打者の目が慣れていないスプリットは魔球としてメジャーを席巻し、田中は6年連続2桁勝利という安定した成績を残しています。伊藤智仁、プロ野球史上最高のスライダーと称されるのは伊藤のスライダーです。平均して80センチほどスライドし、調子の良い時は1メートル曲がったと言われているスライダーは相手打者を翻弄。そんな魔球を伊藤は社会人時代に習得しました。竹のように大きくしなる右腕から繰り出されたボールは打者の手元までストレートと変わらない軌道をたどり、最後に大きくスライドすると言われており、女房役の古田敦也は、最初のうちは取れなかった、打者だったら絶対に打てない、自分が知っている中で球界最高の投手を挙げろと言われれば僕は迷わず伊藤智仁と答えると最高の賛辞を送っています。伊藤の入団時監督だった野村は、初めて見てすぐにすごいスライダーを投げると驚いた、同時にこのスライダーならすぐにプロで通用するとも思った、それが彼に対する最初の印象だねと語り、伊藤のスライダーを絶賛。ぼやきでも知られる野村が、こういうのを天才って言うんだよ、プロ野球史上最高の投手とも伊藤を語っており、野村の語りからも伊藤のスライダーがどれだけすごかったのか分かります。他にもヤクルトのキャッチャーとして活躍した八重樫幸男は、あんなに曲がりが大きくてスピードの速いスライダーなんてそれまで見たことがなかったし、その後も見たことがないですよ、他球団にもいなかったね、本当にあの高速スライダーは命の危険を感じるボールでしたと当時を振り返っています。続けて、魔球だと思いますよ、右バッターにとってはインコースからアウトコースに逃げていくボールだから簡単に空振りします。一方の左バッターにとってはインコースに入ってくるボールだからバットには当たるけど完全に詰まってしまう、いずれにしてもバッターは絶対に打てないとも伊藤のスライダーを絶賛しました。佐々木和弘、日本や大リーグでクローザーとして活躍した佐々木、日米通算381セーブを挙げた佐々木の魔球はフォークです。佐々木の投げる落差の大きなフォークは2階からのフォークとも形容され、カウントを取るための遅いフォークと三振を奪うための速いフォークを投げ分けることもできました。それだけでなく、ストレートを投げるように手首を固定せずスナップを効かせて回転をかけることで投げる140キロ前後のフォークと、手首を固定しほぼ無回転のチェンジアップ気味のフォークを投げ、縫い目にかける指を調節することで軌道を左右に振り分けるなど多彩なフォークを操っています。相手チームの監督はフォークを打つことを諦め、フォームの癖を懸命に見つけ出そうとしたり、8回までに勝負を決めようと選手たちに話していたという逸話もあり、佐々木の存在は相手チームにとって大きな脅威でした。マリナーズでチームメートであり、オールスターで対戦もしたイチローは、打席に立った時はフォークが来なかったと前置きした上で、佐々木さんのフォークはおそらくまっすぐ張ってたら絶対に打てない、つまりフォークを待ちながらまっすぐに対応するしかないんですよ、
それができない選手は絶対に打てないですと佐々木のフォークを絶賛しています。野茂英雄、トルネード投法で新人から成績を残し、日本人選手のパイオニアとしてメジャーで旋風を巻き起こした野茂。日本でもメジャーでも奪三振王となった野茂の魔球はフォークでした。野茂がフォークを練習し始めたのは意外にも遅く、社会人時代。社会人1年目の夏に監督に投げ方の基礎を教わり、毎日フォークばかり30球40球と投げ続けるも、何度投げても全く落ちなかったそうです。しかし社会人2年目の春、ある日突然フォークがストンと落ちました。この時の出来事を野茂は、あ、これだって思ってまた投げてみると、またストンと落ちる。結局その試合はずっと安定してフォークボールが落ちてくれました。そして次の試合もうまくは説明できないですけど、何かこう落とし方をつかんだなという感じなんですと語っています。習得まで1年を要したものの、ある日突然マスターできてしまう野茂を見た江夏豊は、野茂の場合は生まれた時からフォークを投げていたような感じで、これに関する苦労話が出てこない、フォークの申し子といったところかと驚き称賛しました。野茂のフォークは縦に鋭く落ちたり、シンカー気味に落ち、打者は予測できなかったといい、ドジャース時代にキャッチボールパートナーを務めた木田正夫は、キャッチボールですら取れなかったと話しています。塩崎哲也、野茂が近鉄に入団した年に西武に入団したのが塩崎はシンカーを操り、相手打者を翻弄しました。塩崎のシンカーの軌道はすっと沈むオーソドックスなものではなく、一度浮かんで沈むような軌道だったと言われ、右に沈むためシンカーと呼ばれましたが、山田久志にはチェンジアップだと言われるなど、一般的なシンカーとは別の球種だと指摘されることもありました。その威力は抜群で、1990年7月のオリックス戦では8者連続三振を記録しています。同じチームだった清原和博には、ボールがホームベース直前で視界から消える球は打てない、同じチームでよかったと言わしめました。他にもチームメイトから、一度ふわっと浮いてストライクゾーンに落ちてくる、それまで見たことがない軌道だった、まさに魔球だよね、左ピッチャーのように曲がる、塩崎さんのボールを捕手として受けていたけど、あの曲がりは特殊など話が残っており、塩崎のシンカーは同じチーム内でも恐れられています。そんな塩崎のシンカーは高校時代に相手投手が投げていたものを取り入れ完成されました。そしてプロ入り後に活躍した後は、ヤクルトの野村が当時決め球のなかった高津慎吾に対して、お前にはスピードがないから緩急をつけろ、ああいうシンカーを覚えろと話し、高津は1年をかけてシンカーを習得し大投手になっています。名称も盗みたがった塩崎のシンカーですが、高津も塩崎をコピーできたわけではありません。塩崎のシンカーの秘密は薬指の柔らかさにあるとされ、この柔らかさが投げた時に独特の回転を生んだと言われています。投げ方を伝えても投げられない塩崎のシンカーは魔球と呼ぶにふさわしいでしょう。山本由伸、日本で数々のタイトルを受賞し日本一の投手としてメジャーへ挑戦した山本、スプリットなど多彩な変化球を操る山本ですが、特に評価された魔球はカーブでした。山本のカーブはドジャース入団が決まる前から話題となり、メジャー公式サイトはドジャースのクレイトン・カーショーを彷彿とさせるレインボーカーブだと絶賛しています。他球団の関係者も、実はカーブが一番厄介、山本が持つボールの中で唯一軌道もスピードも全く違う、あれを投げられると対応するのが難しいと話していました。さらにメジャー公式は平均約 123.9 キロで最大2809回転、縦に約 167.64 センチ落ちて、横に約 35.56 センチの変化と山本のカーブを分析。続けて、このタイプのカーブはカーショー、マックス・フリード、アダム・ウェインライト、ユー・ダルビッシュといった投手を掛け合わせたような球だ、メジャーで長く楽しめる球になるだろうと称賛しています。また120キロ台と遅いカーブは落差だけでなく緩急でも打者を翻弄するだろうとしました。ドジャース移籍後は同僚となったカーショーが、スプリングトレーニングでは投げていなかったけどあのカーブは絶品だったね、三振をバッタバッタと奪っていた、しかもストライクに投げていた、本当に見ていて楽しい選手だよと絶賛しています。4月6日の登板後にはロブ・フリードマンもヨーヨーカーブと表現し、落差の大きさを称賛しており、山本の魔球はこれからますますメジャーを席巻していくかもしれません。今永翔太。
2024年メジャー移籍1年目から大活躍した今永。そんな今永の魔球はスプリットで、日本時代のブルペン映像を見たファンからはボールが消えると驚きの声が上がっています。また今永は投球フォームがストレートとスプリットがほぼ同じと言われており、打者が打てない理由は投球フォームにもありました。さらに今永のスプリットの平均回転数は1097回転で、打者の手元で落ちるという特徴があります。一方でストレートは2424回転でバックスピンがかかっているため、予測されるボール軌道から浮き上がるような動きを見せると言われており、打者は浮き上がるストレートと落ちるスプリットに幻惑され打ち取られていました。5月7日の試合ではストレートとスプリットが投球割合の 93% を占めながら試合を作っており、魔球があればストレートと組み合わせるだけでも試合を作り上げています。他にも5月時点でスプリットを投げた投手のうち左投手はわずか3人であり、希少性から見ても打者が見慣れていない今永のスプリットは相手にとって脅威になりました。8月18日の試合では相手打者がヘルメットを飛ばしながら三振しており、 SNS でえぐすぎる、なんでこんなに落ちるという声が上がっています。また9月16日の試合では空振りした打者が唖然としてベンチに引き上げていきました。この様子を見たファンからはドン引きしてる、どんな球投げんねんみたいな顔よなと今永の回答を称賛する声が聞かれています。佐々木朗希、史上最年少完全試合を達成している佐々木。佐々木の魔球はフォークで、まず評価が高い部分が球速です。2022年にメジャーで佐々木のフォークが分析され、球速などは大谷とほぼ同じとされました。その上で彼は世界一の投手になる可能性がある、フォークは翔平大谷のものと同じぐらい優れていると絶賛されています。また日本のスーパーコンピュータでは大谷と共にフォークを分析されており、ジャイロ回転のフォークという分析結果が出ました。ジャイロ回転とは進行方向に向かって打線を描くような回転を言います。ジャイロ回転のフォークはボールが回転するごとに上向きの力と下向きの力が均等にかかり、揚力はほぼ発生しません。すると重力の力に大きく依存して自然落下に近い大きい軌道を描くようになります。大谷と佐々木のフォークはこのジャイロフォークに該当するとされ、2人とも剛速球に落差の大きい速いフォークが来るため、打者は振りに行ってしまうようでした。2024年、思うような成績を残せていない佐々木ですが、ローテーションを守りフォークを操ればとてつもない成績を残せるでしょう。高橋宏斗、2024年初の2桁勝利を挙げた高橋の魔球はスプリットです。そんな高橋のスプリットが特に注目されたのは 2023WBC でした。高橋は2022年にプロ初登板を果たし6勝を挙げ、その実績と投球内容から侍ジャパン入り、最年少投手ながら中継ぎとして決勝戦のマウンドにも立ちました。その時に対峙したのがマイク・トラウト。ノーアウト一塁と打線がつながれば一気に大量失点の可能性がある場面でトラウトを迎えた高橋は、ああここで僕は死ぬのかもと追い込まれていました。しかしそれでも気持ちは折れず、3球目にキャッチャーのストレート要求に首を振って投げ、空振りを奪ったのもフルカウントから投げ、三振を奪ったのもスプリット。トラウトが見極めていれば死球でしたが、高橋が打ってみろと気持ちを込めて投じた1球は世界最高峰のバッターからも三振を奪いました。帰国後は2023年に規定投球回に到達、白星にこそ恵まれなかったものの、魔球スプリットを武器に打者を翻弄させる投球にファンはさすがの投球、これがヒロトよと熱狂しました。2024年も好投する高橋ですが、スプリットを振ってもらえなかったら僕ならまっすぐが悪いからだと受け止めます。打者はスプリットだと判断して見逃すんじゃなく、まっすぐだと思って空振りすると思うのでと話しており、魔球を生かすためにストレートも磨いています。それではここから歴代最多勝利記録を持つレジェンドたちの魔球を見ていきましょう。金田正一、日本プロ野球史上唯一の400勝投手である金田。金田というと2階から落ちるというほどの落差があったと言われるカーブも有名ですが、本当の魔球はストレートでした。金田は高校時代からストレートが速く、キャッチャーが簡単に捕球できなかったと言われています。プロ入り後も阪神戦で、あいつのボールは速すぎる、投手と捕手との間隔が短すぎるのではないかとクレームを受け、ゲームが中断されてメジャーで測ったところ間隔は規定通りだったという逸話もありました。
全盛期の金田と対戦した打者は口を揃えて、間違いなく150キロ台の後半か160キロ台を出していただろうと証言しており、野球の神様と呼ばれた川上哲治も、最も速い球を投げる日本人投手は自分が実際に見た中で言うなら金田だと思いますね。若い頃はもう本当に速かったと証言しています。金田自身ストレートには自信があり、野村克也も160キロは出ていたと話しました。そんな金田はプロ入り8年目にして通算2000奪三振を達成。奪三振が多かった理由は、打てば三振、守ればエラーと言われるほど国鉄が弱く、金田はせっかく凡打に打ち取ってもエラーされては何にもならないという思いから三振を奪うことに注力しました。その結果、金田のストレートはさらに磨きがかかり、歴代1位の通算4490奪三振を記録しています。米田哲也、米田は歴代2位の通算949試合登板を果たしている鉄腕で、通算先発626登板、通算1940失点、通算4561被安打など登板数が多いゆえの数々の日本記録を保持しています。またその驚異的スタミナからガソリンタンク、人間機関車といった愛称で呼ばれました。歴代2位の通算350勝を挙げている米田の武器として言われるのがストレート。球速でいうと金田にも劣らないスピードが出ていたと言われています。しかしそれ以上に米田の武器となったのは米ボール。米ボールはフォークの軌道からやや横にスライドするボールを言います。米田はプロ入り10年が経ち、すでに180勝を挙げていた頃からこの米ボール習得に動きました。習得するまでに約5年の月日を要し、完成した米ボールは米田の思惑通り打者を翻弄。独学で完成した魔球を武器に米田は勝利を重ねていき、後に村田がフォークを習得する際に参考にした投手の一人にもなっています。小山正明。小山は優れた制球力から投げる精密機械と呼ばれ、歴代3位の通算320勝を挙げました。無四球完投勝利の数も歴代2位となっています。そんな小山は金田や米田と同じくストレートが速かったと言われました。しかしそれ以上に魔球だったのがパーム。アメリカの雑誌を参考に完成したパームを小山はプロ10年目以降で本格的に使い始め、320勝を挙げる大投手へとなっていきました。張本勲は、小山さんのパームボールはスピードも回転もあって、まっすぐとの区別がつかなかった。しかも抜群の制球力だったから打てなかったのも無理はない。しかも沈むというよりはストンと落ちるフォークボールのような落差だったのだ。誰の変化球が一番すごかったかとよく聞かれるが、私は真っ先に小山さんのパームボールを挙げていると絶賛しています。さらに小山は3種類のパームを投げていたとしており、相手打者は同じフォームから来る3種類のパームに翻弄されました。稲尾和久、神様仏様稲尾様で知られる稲尾。鉄腕の稲尾が使った魔球とされるのはスライダーでした。青田昇はプロ野球史上で本当のスライダーを投げたのは藤本秀夫、稲尾和久、伊藤智人の3人だけと絶賛した。スライダーは特に外角に投げた時の使い方がうまく、ボール 2,3 個外れてもストライクと主審に言わせたことがあるという逸話が残っています。対戦経験のある野村克也は、大勢ピッチャーがいる中でもアンパイアを自分のペースに巻き込んでいくというのは稲尾だけ。外角低めにズバーンと投げて審判がストライクと言うでしょう。そうなると次はこれでどうだって一つずつ外に外していくの。それでも球威があってキレもいいから審判もつられて手が上がっちゃうんだよねと稲尾の投球術に舌を巻きました。しかし野村も黙っておらず、スライダーを主軸としてシュートでも打者を打ち取っていた稲尾のボールの握りの癖を分析。その時に稲尾はストレートとシュート、スライダーの握りを同じにするという対策で野村に対抗しました。同じ投げ方から違う球種を投げ、かつコントロールも良い稲尾を見た野村は、球がびっくりするほど速いとかそういうことじゃない、彼から学ぶことは多かったけど、ピッチングはスピードよりコントロールだって概念はその筆頭だなと稲尾を絶賛するようになっています。また稲尾のスライダーは今でいうところのカットボールのような変化も出せたと言われており、変化量を変えたスライダーで稲尾は打者を打ち取り、通算276勝を挙げました。山田久志、史上最高のアンダースローとして名高い山田。山田はアンダースローから繰り出すシンカーを武器に活躍しました。高津や塩崎といったシンカーの名手はいますが、山田は、私のシンカーが本当のシンカー、彼らのシンカーはシンカーでは
ない、チェンジアップだと言って、自身がシンカーの扱いに長けた投手だったと自負しています。そんな山田のシンカーですが、プロ入り時から投げていたわけではなく、プロ入り後何年かして習得したものでした。山田は下から浮き上がるストレートに、右打者の外角に逃げていくカーブ、長らく私はこの2つの球種で勝負していきましたが、次第に打たれることも増えてきた。そこで新たな球種をと取り組んだのがシンカーと後に語っています。そして高速で鋭く曲がるシンカーが完成すると、山田は大投手への道を登っていきました。山田が活躍できたのには投球術も関係しており、野村克也は球種はストレートとカーブ、シンカーだけ、配球の組み立ての中心はストレートだった、ストレートの走りを基準にしてコンビネーションをガラリと変えてくる、だから前回の対戦データは通用しない、その日の試合に限っても前半と後半で全く違う組み立てをしてくる、つまり山田は感性が優れているのだ、人より多く感じる力があるから、3つの球種のコンビネーションを自在に変え打者を打ち取ることができたとキャッチャー目線で語っています。また山田の魔球は不規則な動きを生み出すジャイロ回転のストレートもあったのではないかとされ、それについて語ったのは広沢克己。広沢はいとも簡単に渡辺俊介が投げていた、もしかすると山田久志さんらのようにアンダースローで活躍していた選手たちはジャイロ回転を投げていたんじゃないかと私はドキドキしながら想像したと話しています。独特の投げ方にシンカーやストレートを織り交ぜた山田は数々のタイトルを獲得し、通算284勝を挙げました。それでは最後にクローザーとして名を馳せた2人の投手の魔球を見ていきましょう。岩瀬仁紀、歴代1位の1002試合登板、407セーブの大記録を持つ岩瀬。岩瀬の魔球はスライダーで、背番号13からタロットカードの13とかけて死神の鎌と呼ばれました。打者の膝元まで回り込んでいくほどの変化とキレを持つスライダーは絶大な威力で、2005年に60試合で46セーブを挙げたシーズンは1本もホームランを打たれていません。そんな岩瀬のスライダーは社会人時代に他の選手のスライダーの投げ方を見て盗み、自分のものとして完成させました。また岩瀬はスライダーってまっすぐの力があってこそなんだよね、球速が上がればスライダーも曲がるようになるし、まっすぐに比例するものと話しており、ストレートに磨きもかけていました。このストレートも魔球だったとされ、証言したのは岩瀬と同時期に活躍した川上健信。川上は岩瀬さんの本当にすごいボールはストレート、本人はフォーシームだと思っていたけど本当はものすごく動くと話しており、入団時にキャッチャーが突き指した逸話も残っています。ストレートもスライダーも魔球だった岩瀬だからこそ、長きにわたり第一線で活躍できたのかもしれません。藤川球児、阪神でリリーフ、クローザーとして活躍し、メジャーリーグにも挑戦した藤川。藤川の代名詞とも呼ぶことのできる魔球は火の玉ストレートでした。一般的な投手と比べ回転軸が異なり、回転数の多い藤川のストレートは浮き上がるような感覚を打者に植え付け、ストレートと分かっていても打てない魔球が生み出されます。特に名勝負として名高いのは2006年のオールスターで、藤川は全球ストレートでパリーグの強打者たちと勝負しました。清原、アレックス・カブレラ、小笠原道博といった打者を相手に、藤川のストレートはうなりを上げ、パリーグを代表する打者たちを三振に切って取っています。2021年に行われた研究ではボール3個分ホップしていたとも言われており、藤川のストレートは歴史に残る魔球となりました。今回は歴代最強の魔球をご紹介してきました。歴史に名を残す投手は代名詞と呼べる武器を持っています。今後もどのような投手がどのような魔球を武器に打者を翻弄するのか、これからもプロ野球から目が離せません。今回ご紹介した以外に皆さんが考える歴代最強の魔球があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。